こんにちは、マセン6494です。今回は、Twitter で、ママ活募集の DM が大量に来ていることについて、お話ししていきたいかなと思います。大変申し訳ないんですが、一言で表すと、うぜえっていう話です。この他にもいろいろ DM とか来たりするんですけど、ちゃんとした内容、あれでママ活じゃなくてだよ。普通に仕事依頼とか、あと、勉強系のものとか、様々な、連絡等来るんですけど、一番、は?って思ってるのが、この DM で、今この時点で5件届いてて、何これってすげえ思うんですけど、わかりますよ。なんとなく、想像はつくんですけど、どういった内容で、なぜ来てるのかとか、そういったことね。大体さ、すげえ思うことは、まず、送ってるお前が俺のママになれっていうのがすげえ思ってるんですけど、まずそこからだよ、話はっていう。まず、送ってくる際に、包むものを包んで、ママになります。で、もし、これで、いいと思ったら、宣伝してくださいとか、それだったらまだわかりますね。この、女の画像を貼ってるけど、中身男だなっていうのが、ちょっと、なんとなく想像つくんですけど、どうなんでしょうか。何なんだろうね、これ。お初にお目にかかります。最近話題のママ活動とか興味あったりしますか?セレブママ多数在籍。今ならすぐに紹介可能です。セレブママとデートしてお小遣いゲットしませんか?興味があれば固定ツイート見てくださいね。ほとんどね、同じような内容なんですよね。だから、アカウントめちゃくちゃ用意して、同じ人がやってんじゃねえかなって思ってるんですけど。失礼します。いきなりご連絡送ってごめんなさい。ママ活紹介できるんですけど、興味ありませんか?男性様少なくても困ってます。固定ツイートからご連絡ください。お初にお目にかかります。現在代理行中のママ活ってご存知ですか?セレブな女性とデートしてお小遣いをもらう活動なんですが、してみませんか?ママ活男子募集中なので気になる方は固定ツイート見てください。この時点で結構な人数送ってんじゃねえかって話だよね。失礼なダイレクトメールですね。締め切り間近です。DM 失礼します。代理行中のママ活興味ないですか?固定ツイートから LINE いただけましたらすぐに始められます。見バレ等一切ないので安心してください。はじめまして、今代理行中のママ活失礼します。全部同じじゃん。内容、セレブな女性とデートしてお小遣いをもらう活動なんですが興味ありませんか?ママ活男子募集中なので興味ある方は固定ツイート見てください。締め切り間近です。同じ人間の男が食ってるっていう予想してるんですが、どうなんでしょうか。ほんとね、パパ活が来たら今度ママ活かよっていうね。なんでも、なんとか活ってつければいいと思ってるんだろっていうね。活がついていいのはカツカレーぐらいだって話ですよ。活動もいいけどね。もうちょっと頭を使ってやろうよっていう、どれぐらいの人数が引っかかったりするんでしょうか。もっと深く見ると、なんか会いに行ったら、なんか男が出てきてっていうさ、新手というか、包もたせ系じゃねえかなっていうぐらいに思ってくるんですが、どうなんでしょうか。っていうか、これの中の人、もしこれ見てて、興味あったら普通に連絡してください。どういった、内容というか、集団でやっているのか、で、ママ活やってる人は本当にいるのかとか、あと、そういったと、裏話みたいのを、聞かせていただけるとすごい、面白いなと、すごく感じましたね。ただ、もし宣伝してほしいならとか、なんか、
まあ、そういった裏なことがあるんであれば、ちゃんと包むものを包んでくださいというお話でした。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。